それでは松島選手を始めさせていただきます。まずテレビだとか質問お願いします。じゃあすいません、松島代表で行かせていただきます。お願いします。明日の藤井戦、あの国内最後のテストマッチですけども、そこに向けた今の心境とご自身のコンディションを聞かせてください。僕自身もあのチームすごくいい雰囲気でやれてますし、田中美恵チームもいいですし、前よりいい試合したいと思っているので、気合いが入っています。あとフィジーのイメージと、あとそこに対して自分がどういうプレーで貢献していきたいか、そのあたり聞かせてください。そうです。まずフィジーがあれば強いのと、アタックが本当に自在なので、オフロードでも、分からないところからボールを持ってくるので、私はしっかりダブルタックルをして、勢いを止めるということでスタートしてしまうと思います。ありがとうございます。代表以上になります。はい、それでは質疑を導入させていただきます。ご質問ございますか。挙手の上で名前をお願いいたします。ご質問ございますか。高橋さん、共同通信の高橋です。改めてそのフルバックでの起用というところに対しての思いを教えてもらって、先日でどの選手をどこに入れたいとかあったので、今回はボールを落としてあんまりフィジーに簡単なボールを渡せないというところで、というところで僕の起用になったと思います。こう自分が求められているランニングラグビーというところをしっかりできたい。あと、フィジカルやフィットネスに関してはそのジェイミーがすごい上がってきているというふうにお話を言ってたんですけど、マス選手ご自身としてはそのあたりの自分の実感というのは数値も含めて何か手応えがありますか。そうですね、今のところ負けがなくやれてますし、コンディションもいいというところで、体のフィジカル的な部分が、もうちょっと上げれると思うので、個人的には、そこはこれから、徐々に上げて、まず選ばれる力をして、いいプレーをして。他にご質問ございますか。コーチ、大谷さんにお願いします。ご存知の大谷と申します。先週の、チームのゲームに向けたテーマがシンクファースト、プレーファーストだったと思うんですけど、今週に向けてはチームでどういうテーマを考えていて、松本さんチームはそこに対してどういうふうにプレーしていきたいですか。今週に関してはそういうテーマを決めずに問題やってきて、今までやってきたことをしっかり出すというところが、今週の試合に、国内戦最後の試合というところで、今までやってきた7週間、8週間の部分をこの最後にしてでしっかり出す。お疲れ様です。ミカーコートの松本です。ジョネ選手、マシリア選手と松島選手っていう組み合わせこの夏やってきると思うんですけど、こうその3人のこう強みとか武器とかこうバックス、リング両ウィングフルバックで松島選手が考えているこう良さ、魅力あったら教えてください。圧倒的に多分アタックというところを、見られていると思って、そこを増したこのバックスリーがどれだけ走れるかというところもかなり面白くなっていると思って、しっかり走れる選手のボールをロケして、前にチームを前に出すというところを意識していただきます。はい、では他にご質問ございますか。はい、アンバーさんからよろしくお願いします。ワールドカップ内最後の国内のゲームだと思うんですけど、このゲームでこうどういうところで切ってこう何をし、この時期はどういうふうに行われるかというところで思っていますか。徐々にアタックという部分が噛み合ってきていると思います。そこは明日、それが出せるか、連携を出せるかというところ、あとは個人的な巻き込んだったりっていう部分が今までの試合が多かったので、そういうところを本当に少なくして、
暑い時期で、難しいことになっています。自分たちのスタンダードを上げないと、ワールドカップでは勝てないというところに行ってしまって、しっかり自分たちの基本のスキルというところをちゃんと出してきた。グラウディさん、ノックオンも良くないけど、ボールを動かすのをやめることはもっと良くないというか、その辺りのチャレンジする意味か、どうですか？今週は特にそれを意識して、やっているので、先週とはまた別の問題を見れるんですけど。では次、最後の質問させていただきます。すみません、ロイターのギャラガと申します。実は暑さについての質問ですけど、最近東京のかなり暑くて、で金にとってこの暑さの中準備していることは どんな影響あるんですか？難しいですか？やっぱり汗とか各選手、みんなことで、ボールキャッチの難しさっていうのが出てきて、そこは本当もう選手個人個人のスキルっていうところが変わってくるんで、そこは練習後に自分たちで個人練習したりっていうところでしか対処できないので、本当意識の問題かな。ありがとうございます。では松島選手、以上終了させていただきます。ありがとうございます。ラビッツ選手、明日、復帰戦となりますけれども、今、心境と怪我の箇所のコンディションを教えてください。Hello everyone, it's good to see everyone. Some familiar faces as well. That's great to be back. Was looking forward to this day for a long time, just to get back out on the field and just to join the team again. That's always an honor and a privilege, and being to represent the Bright Blossoms, that's something you really want to do. And so I'm just really excited and looking forward to tomorrow.はい、こんにちは。本当に懐かしい顔ぶれも見えますけども、本当に自分としてはですね、来たことって本当に嬉しく思います。それと同時に、このまたチームにですね、また戻ってこられること、代表としてプレーできることって本当に光栄に思っています。また明日はですね、本当に自分もですね、久しぶりの試合なんですけども、興奮してますし、ワクワクしています。明日は楽しみです。明日の試合で具体的にどういったプレーでチームに貢献していきたいか、教えてください。No, I'm just looking to fulfill my role in the team, whether it's on defense, whether it's on attack, whether it's cleaning out. Just want to do that what I need to do to the best of my abilities, and hopefully that can contribute to the team one way or another.そうです。自分のしっかりとした仕事をしっかりやりきること、役割をしっかりやりきることのディフェンスでも、アタックでも、クリーンアウトもですね、そうですけども、チームに必要なことをですね、自分としてはしっかり全力で、やりきることで、しっかりチームに貢献できたらいいなというふうに思っています。代表以上になります。ありがとうございます。こんにちは。Thank you。体を見る限りね、コンディションはかなり良くなっていると思います。なかなかこう、リハビリと同時にこういいトレーニングをしている。そういうことで、リハビリと同時にこういいトレーニングをしている。そういうことで、リハビリと同時にこういいトレーニングをしている。With the injury, just try to do what I can. Had some really good people looking after me, and I just did what I did, trusted God for the rest, and I'm in a good condition, I'm in a good space. That was great, linking up with the team as well. They were in a good space as well, and just like I said earlier, and I seem to repeat it, but I am honestly really excited and looking forward to just being out there again.
そうですね、まあ、怪我をしている中でですね、自分ができることをしっかりと毎日やっていました。それとたくさんの良い人たちがですね、自分のことをしっかりと面倒見てくれた部分もありますし、本当に自分としてはやれることを毎日やっていたというふうに思っています。で自分の体のですね、今すごくいい状況になりますし、チームもですね、すごくいい形になってきているということですね。先ほども言いましたけども、すごくまたチームに戻ってこれることはすごく嬉しいですし、明日を楽しみにしています。まずこう自分のこうリカバリーに、ね、こうフォーカスしてたと思うんですけど、その一方でこうちょっと離れたところからチームに見てるとか、まあ、こう段階的にすごくジャパンらしいこうフェーズが出てきたり、まあ、選手も段階的にこの前ゲームを終わったんですけど、こう段階的に良くなってるのかなって感じがしますし、そこら辺はどういうふうに選手の中で動けるのかなって感じがします。選手の中で動けるのかなって感じがします。I think it's important to keep in mind the team's working towards a goal and building is part of it. And like you said, the evidence is starting to show that they're back in Japan brand rugby, and hopefully we can see more of that moving forward.そうです。まあ、重要なことはしっかりとチームのゴールに向かってですね、まだ日々進化していくということだと思います。まあ、ジャパンラグビーはですね、まだ少しずつ見れてきている部分もありますので、まあ、もっともっとですね、そのジャパンラグビーが見れるような試合をしていきたいというふうに思っています。15日のワールドカップメンバー発表前最後のテストマッチとなりますが、2度目のワールドカップにかける思いと、ワールドカップ経験者として自分がどんなことをチームにもたらすことができるか、ぜひ教えてください。My goal was getting back onto the field, and I've been giving it my all the last couple of weeks, just trying to get ready and get a chance. So for now, my focus is just tomorrow, pitching up on game day, doing what I can, and just enjoying and expressing myself out there. And yeah.そうですね、正直言うと、そこまで先のことは考えていませんでした。自分としてはしっかりと、フィールドのところに復帰することをしっかりと考えて、ここ何週間かずっと自分としても、それに向けてやってきました。明日そこで、チャンスをもらえたということですね、明日はしっかりと、できることをしっかりやっていくということを、自分の中でしっかりと楽しみながらですね、自分もしっかりと試合のところで表現できたらいいなと思っています。怪我をしている間、このワールドカップにまでに自分は戻るんだというような強い気持ちを持っていたのか、このあたりは、怪我どのぐらいの、大変だったのか、どのようにシリアスだったのか、浮かないぐらいで。Yeah, injury is frustrating time, but in saying that, even though it's frustrating, it also opens you up to a few different things. I got to spend a bit of quality time with my family, got to go back home refreshed, and that just put everything back in perspective for me. So I just found another joy, another level of that, and that's why I'm grateful to be back. I was doing everything I can to be back as soon as possible. Wasn't quite sure when that will be or what it would look like, so.I just took it day by day and were thankful for the progress I did make within the time I did. And like I said, I had some good people looking after me as well. So that made a difference. And then, like I said, I did what I could and I trusted God for the rest.はい、そうですね。怪我の方に関しましては、すごくフラストレーションが自分としても、もちろん怪我の時は溜まってました。しかし、たくさんのところですね、自分がすごくオープンな、開き道路のところに、興味を持つことができた部分ももちろんあります。本当に自分としても、質の高い時間を、家族だったりとか、自分もしっかりと、リフレッシュすることができた部分でも思いましたし、そういったところでまた違う楽しみも見つけることができました。そこの中で自分もしっかりそういうことを踏まえて、自分も戻ってくることができましたし、実際、いつ
で戻ってこれるかとか、どういうふうに戻って形で戻ってくるかということは、あそこは考えてなくて、毎日やれることをしっかりとやって、そこはもう毎日、デイバイデイとして、一日一日自分ができることをしっかりと、やってきただけであります。その中でもしっかりと自分のことを見てくれている人たちに恵まれましたので、本当に最終的には自分の神様が、を信じて、結果、自分が今ここにいるというふうに思っています。Yeah, Rafi, you said you're working towards a goal, which obviously is the World Cup pool games. The team's working towards a goal. How difficult then is it to play against Fiji, whose brand of rugby is so different from the four teams that you'll play in France? まあ、質問として、まあ、ゴールに向けてチームとしてもワールドカップのゴールに向けて、まあ、進んでいるというふうに思うんですけども、まあ、プールマッチで戦う SA チームとフィジーというのは、まあ、比較的あれブランドですね、ラグビースタイルとかブランドは違うと思うんですけども、そこはどれぐらい難しいというのを考えでしょうか。Honestly, I think it's great preparation. In the World Cup, you don't know what you're going to get. You want to play under a lot of pressure. SoFacing different teams, different challenges is exactly the makeup you want to be prepared going into the World Cup. And I think playing all these test matches, all of them have different challenges, which is great for preparing you moving forward and seeing where you can get better. Or sometimes it even shows you things you do really well and which you can excel even more.そうですね、自分は逆にすごくいい準備だというふうに思っています。まあ、ワールドカップではどういうことが起こるかもわからないですし、まあ、様々なプレッシャーがこれからワールドカップの試合でかかってくるというふうに思っています。違うチームと戦っていくということで、まあ、ここの中でもチャレンジだというふうに思いますし、まあ、そこをいうチームと戦うことでしっかりと準備ができていけるというふうに思っています。まあ、プールマッチというのは本当にまず戦う相手も本当にチャレンジだと思いますし、まあ、それに準備するということに関しましてはすごくいいというふうに思っています。チームとしてもそういう経験をして戦っていくことによって、どんどんチームも良くなっていくというふうに思っています。Thank you very much. NHK 内容していただきます。いただきます。久しぶりの10番としての試合になりましたけれども、そこに向けての今の心境を聞かせてください。そうですね、本当に、自分が目標としているところなんで、まあ、与えられたチャンスでしっかり自分のラグビーをやるだけだと思いますし、チームに勝利に貢献するために自分の役割を全うしたいなと思います。言える範囲で構わないんですけども、フィジーの印象とそこに対して自分が司令塔としてどういうふうにアタックリードしていきたいと考えてますでしょうか。そうですね、フィジーはすごい個人がすごいんで、それにどう対応するかというところでキックの使い方も考えないといけないし、ボールの運び方、どうやって運ぶかというところも考えないといけないんで、まあ、その準備は1週間を通してチームでもできているし、9番10番でしっかりコネクション取れているので、そこはもう自信を持ってジャパンのラグビーを体現したいなと思っています。代表以上です。ありがとうございます。じゃあご質問ございますか。自由通信の伊藤なんですけれども、これまでの、まあ、プレータイムという意味ではこう十分であったというふうに個人的に考えられますか。それと、まあ、最大残り2試合というふうになりますけれども、この中でご自身が こだわってきた10番を取るためにどういうところをアピールしていかなければいけないというふうに感じております。プレータイムに関してはもちろんもっともっと出たいですし、先発の方が少ない中で、まあ、出場した時間でどれだけ自分に力を発揮するかというところをフォーカスしてやってますし、まあ、体力としては、まあ、練習でもすごいハードなことやってるから問題ないかなと思ってるので、まあ、ゲームのプレッシャーの中でできるかというところはもっともっとゲームの中でやりたいなと思ってますし、まあ、今回はそれができるんですごくポジティブに前向きにやりたいなと思ってます。最大あと2試合になりますけど、まあ、どういうアピールをしていきたいか。そうです、もう練習でもいつもしっかり周りをリードして、周りを動かして、自分の声を出して、ジャパンのラグビーをするかというところをやってますし、試合でそれができるかというところが見られていると思うので、まあ、通信と違うところは、周りとコミュニケーションを取って、チームを動かす、コントロールするところだと思っているので、そこは強みとしてどんどん発揮していきたいなと思っているので、明日も次の試合も。やりたいなと思います。では、
あ、シム工業の先輩の田中です。あの、明日の試合どういう増田さんの、得意なゲームコントロールであのプレーを引っ張っていくのかと、あともう一つ、僕に何かこう約束できる、絶対にこれはやるんだという約束を一つ聞いてください。そうですね、あのコントロールに関しては、まあ、もうフィジーのこれまでの試合を見てますし、すごくスペースがあるなと感じているので、そこにどれだけ僕が判断をしていい球を送っていい外のランナーがいいラグビーをするかだと思ってますし、もう本当にボールが動く、見てる人が楽しいラグビーができるかなとは思ってます。約束はまず本当にフィジーに勝つというところは絶対約束するのと、まあ、個人のパフォーマンスとしてはゴールキック 100% とディフェンスのところでチームに貢献したいなと思います。もしできなかったらどうしたい。あとでゆっくり話しましょう。ありがとうございました。大体斉藤ですか。あの、フィジー相手は東京五輪のチームやつが4人いるというチームですけど、その中でスタンドオフとしてはどういったことを一番心がけてやっているのかと、日本のアタックはどのあたりが今一番進化しているか教えてください。そうです、フィジーに関しては本当にオリンピック選手だけじゃなくて、どの選手もすごい個人技持っていると思いますし、その選手を自由にさせないというか、フリーでプレーさせないために、どういう戦術戦略で攻めるかというところが大事だと思っています。あとは、アタックはですね。アタックはどの程度今どうか。アタックは本当、試合を重ねるごとに、本当に一緒にアタックをするというところを、チームを通じて話していて、フォワードバックス一体となったスキルを使って、日本しかできないラグビーを目指してるんで、本当、自陣からであっても、相手がミスをすれば、強気に攻めたりとか、そういうところは判断してやりたいですし、もちろんスピードがなくなったり、勢いがなくなったときは違う判断をして、相手にプレッシャーをかけ直すというところも含めてやっていきたいなと思っています。攻撃のところで、やっぱりこのどうしてもタグリングエラー多いわけですけども、まあ、個人のミスとはいえ、何かこう、まあ、ご自身でも何かこう意識してこう残る投手を減らすためにできることとか、チームで何か共有している対策みたいなのがありますか。そうです、もうやっぱり僕たちはスキルを使ってアタックするというところにすごく意識しているんで、そのミスというところに関して減らしていかないといけないですけど、ただ本当にミスを恐れると自分たちのラグビーができないので、それに関しては自分たちでしっかりリスクを取ってスキルでいいアタックをして、まあ、そのミスが起こったとしてもそこにみんな反応してアジャストしていくというところをしているので、まあ、本当にミスは減らすためにコミュニケーションを取ってますし、みんなで一緒にラグビーをするというところはそれにつながってくると思うので、あとは本当にオフロードであったり、僕のパスからもそうですけど、相手のいいところにパスを取るとか、しかオフロードの確実な時だけオフロードするとか、そういうこと基本的なところも含めて練習でもコミュニケーションしてるし、徐々に良くなってるんじゃないかなと思ってます。4試合経って、だいたい時間が経ってきたので、だいぶそういったコミュニケーションとか向上してきているから、ミスの減っていきそうだ。そうですね、それはすごくあると思いますし、長い時間合宿をして試合をしているので、試合ごとに良くなっていると思ってます。では、2問とさせていただきます。じゃあ、フィリアさんに対してよろしくお願いします。ワールドカップで勝つというところで発見して、今こういうことができていたらいいなとか、明日のゲームでこういうことができていたらいいんじゃないかと、このあたりを考えています。そうです、本当にジャパンのラグビーをするというところで、ミスを恐れずに、どこのエリアでも強気で攻めていくであったり、まあ、でもしっかり3点取るとか、3点取ったりとか、コーナーを蹴ってモールでいくとか、モールでいったりとか、そういう判断を全員にしていきたいし、それができれば、そのチームでもスコアできるというのは、全員で自信を持っているので、あとはそれをきつい状況であったり、競ってる状況の中で、恐れずにできるかなと思っています。ゲームの中でのこう判断と、精度のところを考えていきたいか。そうです、もう僕もそうですし、僕一人ではできないんで、周りの選手とつながって、助けてもらいながらできたらいいなと思っています。では最後、ロイター通信のギャブだと申します。よろしくお願いします。先ほど松島選手 にも同じことってお伺いしたんですけど、最近とても暑くて、でワールドカップの前このトレーニングに何か影響ありますか、この暑さで、まあ、ピッチで練習してる時にどうですか、その暑さの中で。いや、本当すごい暑くて、僕は結構みんなより汗かく方だと思ってて、練習序盤ぐらいでもう汗が、 T シャツが全部濡れて、
最後まで濡れるのが嫌なんで、そこはちょっとどうにかしたいなと思ってるところで、汗が全部垂れてきて、スパイクびちょびちょになるっていうのが最近の練習の暑さの、あれですね。あれ、これ松田さんより暑いですか？松田さんより暑いです。うまいよ。それでは以上で終了させていただきます。ありがとうございました。ニヤニヤしすぎっす。頑張れよ。